ダイモン自号機、アジアサーキット準優勝。ボヤージュというショップを拠点に活動しています。周辺にはこれだけのショップがあります。このエリアは結構レベルが高いって噂ですよ。この前もアジアチャンピオンの総竜レオンが現れたって。噂ね。我々に必要なのは噂ではなく、確実な情報だ。このエリアへの進行計画です。ご承認を、レン様。全部任せるよ。てっちゃんとあーちゃんに。ああ、少年もね。レン様のご承認が降りた。これより新たな進行計画を発動する。我らの掟はただ一つ。勝者絶対、敗者無用。ルーファイター出撃。ヴァンガード、それは君自身が先導者となってファイトするカードゲーム。イメージはお前の力となる。エミなら友達と買い物に行ったよ。そっか。いやいや、アイチお兄さんと一緒なら何の文句もないっす。前から疑問だったんだけど、カムイ君の家って結構遠いよね。近所のショップに行ったりしないの？何言ってるんすか。それじゃあアイチお兄さんに会えないじゃないですか。そうだね。それに近所のショップはいろいろあって。ほらほら早くしろよ。ダメだ、ノートリが。よっしゃ、5連勝。森川君絶好調だね。この店で最強のファイターは誰だ？それは俺様だ！今ここにいる客では俺だろ？確かに。最強の俺様に何の用だ？俺が最強ファイターを倒したら、この店は我らの傘下に入ってもらう。お？我らって？我らはフーファイター。フーファイターっていうのは
第二次世界大戦中によく目撃された謎の飛行物体のことだよな。いいぜ、そのファイト受けてやる。いいの森川君。美咲さんに知れたらまずいんじゃ。今日の俺は絶好調なんだ、心配すんな。始めようぜ。その前にこいつをつけてもらう。 VF グローブ、ヴァンガードファイターズグローブだ。我らフーファイターは本気のファイトしかしない。これは本気のファイトを体感するためのアイテムだ。本気のファイトか、望むところだ。スタンドアップ、ヴァンガード。あ、カイ君、ミワさん。なんだお前ら、せっかくの休日だってのにここしか来る場所ないのか。まあ、俺らもそうだけどよ。今のは森川君だ。大丈夫森川君。まだファイトは終わってない。最後のダメージチェックが残ってる。もうやめてくれ。こんなのヴァンガードじゃないよ。何を寝ぼけたことを言ってる。これこそが本気のヴァンガードファイトだ。こいつもそれを望んだんだ。本気のヴァンガードファイト。我慢の限界だ、叩き出す。待ってくれ。こんなやつに負けてたまるかよ。ノートリガさあイメージしろ、惑星クレーで無残に散る自分の姿を。うわぁ、アイチ、こいつはやばいぜ。グローブ、森川。なんだあのグローブ。 VF グローブ、あれをつけてファイトをするとダメージゾーンにカードを送る動きを検知して全身に痛みが走るようになってるみたい。なんつうアイテムだ。この店にまでフーファイターが来るなんて。ん、フーファイターを知ってるのか。はは、分かったぞ。貴様本気のファイトを恐れて逃げてきたやつだな。元の店が我らフーファイターの傘下に入ったせいで遊びのファイトができなくなりここまで来たんだ。カムイ君、違う。俺は行くぞ、フィニッシュだ。俺の勝ち。やられた。次は僕が相手っす、カムイ君。近所のカードショップは俺の遊び場だった。そこで毎日友達とヴァンガードをやってた。でもある日、我らはフーファイター、本気のファイトを追求している。この店の最強ファイターが俺に敗れたらここもフーファイターの傘下に入ってもらう。この店の最強はカムイ君だよ。あいつら追い出して。わかった、俺はイズだって本気だ。俺の本気のファイトでお前らなんかぶっ倒してやる。ではこれをつけてもらおう。その時の俺は奴らの言う本気のファイトが何を意味するか分かってなかった。ヴァンガードにアタック、ノーガード、ダメージチェック、ノートリガーだ。言ったろ、本気のファイトだと。イメージしろ、もしお前が実際に惑星クレイの住人だとして
攻撃を受けたらどうなる？当然痛いよな。その痛みを体感させてやるのがその VF グローブだ。痛みこそがファイターを成長させる。それが本気のファイトだ。そんな。それからあとは散々だった。ダメだ。カムイ君！今日からこの店はフーファイターの参加だ。俺たちが本気のファイトを教えてやる。さあ、VF グローブだ。エイジ。おい、待ってくれ！やめるってどういうことだよ！僕たち、もうヴァンガードなんてどうでもいいんです。カムイ君一人で行ってください。ファイトだけをやる店だ。入るならこれをつけな。カムイ君、ちょっといいかな。え、店を閉じる？私はね、ヴァンガードで楽しむ子供たちを見たくてショップをやっているんだ。今の状況じゃ店を続ける意味がない。さあ、長い間ありがとう。ごめん、おっちゃん。俺があいつらより強ければこんなことには。だから俺は決めたんだ。絶対にフーファイターを倒してやるって。ゴーキのいるボヤージュに行ったのも、このガードキャピタルに来たのも、全てフーファイターを倒す力を身につけるため。そっちから来てくれるとは好都合だぜ。さあ、俺とファイトしろ。フーファイターを倒すだと？ 笑わせてくれるぜ。やれるものならやってみろ。もちろん VF グローブはつけてもらう。そいつのをつけるといい。いいだろ。やめようよカムイ君。人を気絶させるような危険なものだよ。大丈夫っす、あいつさん。俺、前にこれつけてファイトしたことあるから。本当に大丈夫なのか？あの痛みに耐えられるのか？耐えるしかないんだ。耐えてフーファイターを倒すんだ。くそ、なんで取れないんだ。くそ。こんな、すまねえ。カイ君、何を？おい！こいつは俺が倒す。いいぜ、俺はどっちが相手でも本気のファイトさえできればな。こんなのつけてファイトするなんて間違ってる。ああ、間違ってる。だからこそやらなきゃならないんだ。まさかこいつらは。頼む、ここは任せてくれ。あんたが頼み方なんて。行くぞ。味わうがいい、フーファイターの本気のファイト。スタンドアップ、ザ・ヴァンガード、ライド。
ザードランナーアンドル。ライドマシニングワーカーアント。さあイメージしろ、俺たちは今惑星クレイの荒野に降り立った。これから命を懸けた本気のファイトが始まるんだ。俺が先行だな。ライド呪いの化身バー。俺もライドだ。マシニングホーネット食らえ。これが本気のアタックだ。ガードして、カイ君。ノーガードだ。カイ君。思い知ったか。それが本気のファイトの痛みだ。痛みはダメージを受けるたびに強くなる。いつまで耐えられるかな。あいつまだこんなことを。ライドマシニングマンティス。またノーガード。なんで痛みが来るのか分かってるのにガードしないんだ。それはあいつのファイトスタイルじゃない。あいつはいつも通り自分のファイトをしてるだけ。痛みなんか関係なく。少しは痛みに強いようだが、その痩せ我慢がいつまで続くかな。ライドマシニングスタグビートル。イマジナリーギフトプロテクト。これで俺はいつでも完全ガードできる。お前の攻撃はもう通らないんだよ。泣き払えインセクトエールガン。カイ君どうだ。さすがに今度は効いただろう。次のターンでおしまいだ。死の恐怖を味わうがいい。情けない。情けない。そうだな、本当に情けないやつだな。お前は生きがって出てきた割には何もできずに一方的にやられてるんだからな。情けないのはお前らだ。ん？こんなものに頼らなければ本気のファイトができないと信じているんだからな。何？フーファイターってやっぱり。イメージしろ。ここは惑星クレイ？そうだ、俺はマシニングスターグビートルだ。ライド！ドラゴニックオーバーロード！あれがドラゴニックオーバーロード！見るがいい、これが俺の本当の姿だ。まだまだ。プロテクトだ。出た、ドラゴニックオーバーロードの連続攻撃。そうか、この体勢が整うのを待っていたのか。いつものカイ君のファイトだ。来るな、来るな。こっちの番だ。食らえ。痛い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 。まだ終わりじゃないぞ。あとダメージ1で。イメージしろ、惑星クレイで無残に散る自分の姿を。
覚悟はできたか。これで終わりだ。死ぬ死ぬ、本当に死んでしまう。逃げやがった。やれ。待て、フーファイターが逃げた。フーファイターなんて所詮あの程度の連中だ。負けそうになると自分が言い出したルールも無視して逃げ出す。相手をする価値もない。一言言っておく、フーファイターには二度と関わるな。フーファイターには関わるなか。でもフーファイターってさっきの人だけじゃないんでしょ。別の人が来るかもしれない。それに他のお店にも。ここがボヤージュ、アジアサーキット準優勝のファイターがいる店か。行くぞ。今日からこの店は我らフーファイターのものだ。フーファイター。正体不明のフーファイター。ショップ乗っ取るフーファイター。勝者絶対敗者無用、鉄の掟だフーファイター。君はフー？僕はフー。フー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 ファイター。 VF グローブかっこいい、でもたまに痺れて気絶もしちゃう。フー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 ファイター。